史にならない、どういう歴史になるのか、アベノミクスの失敗という形で歴史に刻まれるだろう、最も恥ずべき首相だったというふうに後世に評価されるであろう、そういうふうな安倍内閣をとにかく私たちは選挙によって駆逐するしかない。今安倍首相の本はあります、手元にあります。これは新しい国へという本です。新しい国へという本ですけど、実はその前の美しい国へという本の10ページぐらい足してタイトルと表紙を変えただけで作ってます。新しい国へ、とんでもない古い国へです。古い東条内閣と岸信介が満州の人民を弾圧していた、そういう古い国にしようとしている、それを表紙を変えて美しい国から新しい国へという、こういう恥ずべき首相を早く即刻退陣させなきゃいけない。アベノミクスと何か、これは核武装と原発、そして軍需産業の、そして兵器輸出、そして海外への進出、そういうふうな形で、やってます。司会者から、次コールを始めるからもうやめてくれと言われてます。残念ですけどコールで精一杯私の分も、一緒に叫んでください。本当に安倍内閣は新しい国は絶対しない、古い国に戻るのは私たちの力です。私たちの力によって新しい国を作っていく、古い国を捨てて新しい国を作っていく、そういうふうな形で本当に一歩一歩頑張っていきたい。選挙だけじゃない、選挙もちろん頑張る、しかし大衆運動です。皆さん、新しい18歳から新たに選挙に入る自分たちの子供、そういう人たちをどんどん家庭で話して選挙に行って安倍内閣を打倒するような投資をしてください。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。2時半になりました。全国一斉パフォーマンスです。コールいきます。プラカードをご利用ください。市民が変える、選挙を変える、政治を変える、市民が変えるんだ。全国一斉パフォーマンス。憲法を守ろう、命が第一。憲法を守ろう、命が第一。宮城を守ろう、平和が一番。宮城を守ろう、平和が一番。憲法改悪絶対反対。憲法改悪絶対反対。憲法を生かそう、みんなが主役。憲法を生かそう、みんなが主役。
して日本共産党の田村智子参議院議員が到着しましたのでご挨拶お願いします。皆さんこんにちは。日本共産党の副委員長になりました参議院議員の田村智子です。頑張りましょう。本当に何度も何度も国会をこうやって憲法破壊の政治を許さないと市民の皆さんが取り巻いていただき、まず変わったのは私たち野党でした。本当にいくつもの困難を乗り越えながら参議院選挙1人区32で全て野党統一候補を実現させることができた皆さんが私たち野党を脱皮させてくれたのだと思います。でもね、統一候補が決まって終わりじゃもちろんない。ここがスタートラインです。勝たなければなりません。私たちもですね、この統一候補になった候補者を勝たせるために何でもやる。もうできることだけじゃないです。できないと思えることでも必要ならば挑戦して頑張って立ち抜いて、参議院で野党が過半数を取る、そういう選挙にしていこうではありませんか。一緒に頑張りましょう。これ参議院で野党過半数ということになると、安保法制の廃止法案を参議院で審議させることができると思うんです。衆議院に提出したものは残念ながら全く審議しないままに廃案にされてしまった。一体どこが丁寧な説明をすると安倍総理言ったのに、この言葉はどこに行ってしまったのでしょうか。これまで皆さん1年間全国各地で安保法制の問題を考える集会というのを開いてもらいました。ところがそういう集会に与党の議員は一度として出てこなかった。ところが今年5月3日に私高校生の集会でやっと与党の議員と議論する機会を迎えることができたんです。さすがに高校生に呼ばれますと与党の議員も無視するわけにはいかなくて、自民党の下村博文さんが出てきたわけです。で、言うんですね、北朝鮮や中国を見てみれば世界の情勢は変わっている、憲法も変えなきゃいけない、平和と安全を守るために新しい法律を作った、こんなの全くのごまかしじゃありませんか。日本の国が攻撃受けてない、攻撃受ける危険性もない、それでも自衛隊に戦えと命ずるのがこの安保法制です。どこが平和と安全の問題なのか。私こういうふうに反論をして楽しみにしてたんですね。下村博文さんがどう反論してくれるか。ところがマイクを持つ機会があったにもかかわらず、下村前大臣は一言の反論もしないままに、次の予定がありますからと会場からいなくなってしまったんです。結局皆さん、高校生に対してさえも嘘とごまかしの説明しかできない、まさに安倍内閣は恥ずべき内閣だと言わなければなりません。安保法制廃止をさせていく、そして立憲主義を取り戻していく、この世論を本当に大きく広げて何としても参議院選挙に勝ち抜いていきたい。私たち野党もこの一致点を出発点にして、今格差を是正するためにはアベノミクスはダメだ、消費税の増税もダメだ、 TPP や辺野古の基地建設も一方的な押し付けはダメだと、こうやって市民の皆さんの要求で政策的な一致点が次々と広がっています。これは安倍内閣を倒した後にどんな政府ができるのかという、その希望にもつながっているのではないでしょうか。要求の声を上げましょう。そして政治を市民が変えましょう。市民と野党の共同で必ず安倍内閣を退陣させましょう。私たちも全いっぱい頑張ります。ありがとうございました。野党は共闘、全体の拍手をお願いします。
さん、脚本家の小内美恵子さんです。こちらのステージの下の方にいらっしゃいます。お願いします。はい、小内美恵子と申します。だいぶ賞味期限が切れてしまいましたけれども、3年ぶりに金八先生という番組を書いてきました。その中でもしちゃんと見てくれていた人がいたとすれば、このドラマの中で憲法9条の全文を30人の子供に分けて、何言ってんだこの野郎コロナが入ってたことを、これだけ数で言えばこっちの方が強いんだから、ということで、3年 B 組の授業の中で、憲法をみんなに言ってもらいました。これはもう画期的なことで、私はそれほどのことを考えないで書いたんですけれどもね、まあ、その辺は大変でした。その晩、助監督さんたちは全部帰らない、返さない、みんな電話口に待機してですね、どんな電話が入ってくるんだ、どんな変更ドラマだという文句があるんじゃないかと思って、みんな本当ブルブル震えながら電話口で待っていたけれども、かかってこない、かかってきたのはなかなかいいねという声があって、変なことを言うんじゃないよテレビでっていうのは僕少なかったって聞いて、ああそうか、みんなそう思ってんだ、やはり日本はいい時代になる。